方からいじっていただきますね。はい。どういうことですか？あの、食のことをね、まあ、結構言うんで、はい。なんでやねんって。あ、もう子供の時から、この時からっていうのもあれですけど、もう昔から、あれですね、やっぱり、あの、目立ちたがり屋で。あ、そうなんですか。もう、あ、そうなんですよ。もう、あの、全然、結構、バレちゃってるんで、もう、あれなんですけど。はい。え、まずいやつやったんですか？嘘、強がって嘘ついて。その時に、うわ、俺何やってんだろうって思って、うん、そうですね。で、結構、いろいろ、もう海外も行かせてもらったり、全国ツアーとかも回らせてもらったり、本当に、で、テレビとかも出させてもらったり、本当に。どうなんですか、先生。生徒に教えるっていう、その、なんていうか、向いてると思いました、その時は。そうですね、あの、教えるのが向いてるかどうかはあれだったんですけど、ただ、その、わからない子の気持ちが、だけど、僕も今でもなんでかわかんないんですけど、親から教育されたわけでもないし、先生からは自虐士官受けたのに、僕は自虐士官に、やっぱり、こう、皇室を敬うのって別に宗教でも何でもなくて、はい、だから僕の感覚からするともう日本息子がいやもう世の中ひどくなったけど父ちゃんは頑張ってくれたよねっていうふうにやらなきゃいけないってその時初めて思ってみたいに若い子がねこれからは政治のことね話していくのがいいんだよとかっていや僕亀さん一個上なんだけど僕らが意味がわからなかった。あの、え、何これみたいな。そう。えっていう、僕、そう、あの、え、これ、どこの、どちらの党ですかって。どうも、こんばんは。こんばんは。どうも、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、はじかのさんからご紹介いただきまして、見てさせてもらいました。どうぞよろしくお願いします。はいお願いします。先ほどさんよろしくお願いします。はい。まずちょっと自己紹介をお願いします。あ、はい。神奈川14区の、国政改革委員の先置き仁志と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。めちゃめちゃかっこいいですね。ありがとうございます。もうなんか雰囲気がありますよね。いやいや、そう。でもなんか神谷さんに似てるってすごい言われるんですけど。あ、そうですかね。はい、なんかすごい、あの、二連ポスターとか、結構、どっちがあんたとかって言われて。あ、顔が似てるから。みたいなこと言われて。はい、そうなんですか。あ、なんかもう、喜んでいいのか悪いのか、ちょっとわかんない。それは喜んでいいんじゃないですか。そうですね。まあ、いや、ちょっとね、すごい、いろいろ、どういう方なんだろうって、前から遠巻きにちょっと見させてもらって。ありがとうございます。あの、気になってました。あの、この間の 6時間のね、凱旋の、ちらっとお見受けして、はい、ぜひちょっとお話聞きたいなと思ったところに、はい、はじかのさんがちょっと紹介していただきたいということで。はい、もうびっくりしました、はじかのさんから。あ、思いますか、ありがとうございます。はい、あの、出ませんか、とかって。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、ちょっといろいろと根掘り葉掘り聞いていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今、お年はいくつですか？今47で、はい、もう来月48になります。お、はい、年男ですね。年男なんですよ。はい、ああ、そうですか。おめでとうございます。ありがとうございます。今、お仕事はどんなことをされてるんですか？今、会社経営してて、はい、ローソンさんとフランチャイズ契約をして、ローソンを今、相模原市っていうところで、はい、あの、何店舗かこう、やらせてもらってる感じです。はい、コンビニ経営されてるんですね。コンビニ経営ですね。はい。おー、すごいですね。なんでもう、本当に、いろんな方からいじっていただきますね。はい。どういうことですか？あの、食のことをね、結構言うんで、はい。なんでやねんっていう。で、特に、やっぱり不健康な、不健康な食べ物のもう代名詞じゃないですか。コンビニ食って言って。まあ、そうですね。はい。ちょっと厳しいところですね。そうですね。はい、まあ、こう、はい、経営させてもらってます。そうですか。はい。ありがとうございます。ちょっとそんなね、いろいろ話をお伺いしたいんですけども、先行きさんに。はい。はい。
子供の時はどんなお子さんだったんですか？あ、もう子供の時から、この時からっていうのもあれですけど、もう昔から、あれですね、やっぱり、目立ちたがり屋で、あ、そうなんですか。もう、人前に出て何かするのが、あ。小さい頃から好きだったみたいですね、親から聞くと。おあ、なんかこう、昔は結構、景気も良かったから、ー。うん。町内会とかでバス借りて、みんなで遊園地とかよく行ってたんですよ。で、そういう時もこうバスの中で率先してこうマイク持って歌ったりとか、ああ、そうなんですか。当時だとね、8時だよ全員集合の、カトちゃんよケかっンちゃんたのモノマネしたりとか、なんかああいうのをやってる子供だったみたいです。あ、そうなんですか。自分ではそういうなんか目立ちたいっていう欲望みたいなのがあるっていうのは知ってたんですか？気づいてました？そうですね。基本的に今もそうですけど、やっぱり、みんなが喜んでくれるのが楽しいですよね。なるほど、はい。なるほど。そうですのよは好きね。でしたね。はああ、そうなんですい。か。で、なんかそうスなんポーだ。ツとかでもやってはったんですかね。そうですね。地元の、ソフトボールチームみたいなのは入って、割と運動は好きな方でしたね。ああ、そうなんですか。はい。はい。子供時代は勉強の方も結構好きだったんですね。いや、もう、勉強はもう、全くですね。全もう、く。はい、もう、典型的な、もう、悪ガキでしたね。ああ、そうなんですか。遊んでばっかりの、遊はんでばっかりで。い。ああ、なかなか勉強しない。そうですね、勉強しなかったですね、ああ、そはうですか。い。ちょっと僕もそうやったんで、はい。嬉しいです。ありがとう。仲間ができたって感じで。そうですね。このどっかの目立ちやたがり屋で、クラスでもなんかちょっと率先して何かやったりとか、そんな感じでした。がもう大好きでしたね。なんか学級委員長とか。はい。あ、そうそう、そういうのもやったりとか、はい。もう、運動会の時は体育員やってみたいな、なんかもう本当にそういう、こう、なるほど、なるほど。目立つところに行ってましたね。ああ、そうなんですか。はい。なんかバンドをやってはったんですか？あ、そうなんですよ。もう、全然、結構、バレちゃってるんで、もう、あれなんですけど、はまずいやつだったんですか？言わん方がよかったですい。あ、か？全然、もう、全然、まあ、僕も隠してるつもりなかったんですけど。ああ、そうなんですか。そうですね、でも、そうですね、もう、学生時代、中学校の時に、親父から、誕生日プレゼントで、ギターを買ってもらったところから、入ってって、で、高校卒業して、上京して、ずっと、音楽活動、30ぐらいまでですかね。プやロってましをた。目指してっていうところで。そうですね、はい。そうなんですか。そうです中ね。学生でどんな音楽が好きで聴いてたんですかね。中学校の時はもう、まあ、よくあるあるなんですけど、まずは、ボーイとか、氷室さんとか、布袋さんとか、はい、世代だったんで、そこから入って、で、だんだん洋楽に、ボンジョビとか、ミスタービッグさんとか、そういうもう洋楽にハマってってっていう感じでしたね。なるほど。もうバンドばっかり聞いてたと思うんですね。もう本当に音楽に、中学校の時に僕、バレーボール部だったんですけど、今もそうなんです。身長がそんな高くないんですよ。今もう170あるかないかみたいな感じなんですけど、一緒ぐらいなんですね、僕で、と。で、バレー部やってて、割と強い学校でやらせてもらってたんですけど、これ僕、例えばそれこそね、日本代表になるとか、なんかそっちの目はないなって思って、すごい、本当にいい仲間とすごい一生懸命やってはいたんですけど、でも、もうその先を見越して、そうですね、プロに目指してたんですね、その時は。そうですね。オリンもうピッ本当クとに、か。どうせやるなら、日の丸しょってとか思ったんですけど、もうそこで、ちょっとこれはいかんなっていうので、で、もう一個の、夢じゃないですけど、音楽はすごい好きだったんで、
で、その時にちょうどたまたま、姉がいるんですけど、姉が持ってた、ボーイのライブビデオをはい。見て、もうそれはでもう、これだーっていい。う。すごいっすね。もうこれだーって、もう、ステージの上でね、本当にはい。キラキラしてる、うん。あそこに立ってみたいっていうところから、はい、もう完全に、そっちにハンドル切ったって感じです。なるほど。はで、バンドで中学の時にい。組むんですか？はい。中学の時は何ですか？始めたんですけど、田舎なんで、はどうやってスタジオとかとかもなかったし、い。ああ。どうやってやっていいかわからないっていうところうん、で、で、そのまま、卒業したんですよ。で、高校からですね、具体的に始めたのは。なるほど。で、お住はい。まいは、神奈川県のこと。あ、僕はね、広島の、広島なんですか？はい。俺広の島なんね、ですよ。もともと広はい。島なんですね。そうですね、広島のああ。呉っていう、もう本当に、はい。大和ミュージアムで有名な、ああ、はい。ええ、そうなんですか。そこで、はい、生まれ育って、で、はい。高校卒業して、上京したっていう感じだったんで、あ、なんでそうもなんですね。う、そうなんですよ。なんで、広島は、本当に、それこそ、浜田省吾さんが僕、小学校の、OB でいらっしゃって、で、あと、中学校は、ユニコーンの、ドラムの川西さんが中学校卒業生で、ああ、そうなんですか。っていう、はい。で、そういう感じで結構もう、なんかこう、ミュージシャン目指すのが割と普通みたいな。はい。なんか結構そういう街です。そうなんですか。広な、島っ別てに、そういうとこなんですか。はい。別に驚かれないというか。そうなんはだ。すごいですね。い。ですよね。で、高校までは広島ですか？そうですね。高校卒業するまで。はい。広島。はい。で、バンド、最初に組んだのはいつなんですか？なので、高校の本当に、学園祭とかで、同級生たちとこうやったのが最初なんですけど、やっぱり、なかなかね、やっぱり、一緒のモチベーションでもうプロなろうぜみたいな人ってそんななかなかいないじゃないですか。うん。で、それで結局僕一人で上京するっていう形になって、そうなんですか。はい。はい。どうだったんですか、東京行って。いや、もう、ちょうどね、僕が、上京した年が、阪神淡路大震災があった年かな。そうで、地下鉄サリン事件もあって、で、地下鉄サリン事件が確か1月だかなんかにあって、その7月とかに僕上京したんですよ。だから、もう、まずびっくりしたのが新宿とかがもう限界態勢なんですよね。なんで、東京出てきて最初の印象がそれだったんで。で、しかも、最初専門学校行ってたんですけど、専門、音楽の、はい。それが高田馬場にあったんですけど、そこで結構、いわゆる教団の方々がビラ配ったりとかしてるのも、直に見、もう、テレビで見てた、その世界が、目の前にあるって思って、すごいですね。東京ってすごいって思った印象が、一番でしたね。はで、バンドとかはどうなんですか？もう出会いがあるんですか？東京で。い。いや、最初の3年ぐらいですかね、18で出てきて、21ぐらいまでは、もう、正直、自分でバイトして、で、メンバーも探そうと思いながらも、もう、バイトがメインになっちゃって、で、そのうちに、バイト仲間とかできるじゃないですか。で、そういう友達と、もう、渋谷とか、六本木とか、池袋とか、そういう、もう遊ぶのが楽しくなっちゃって、ですよね。田舎者だったんで、それでもう音楽の夢みたいなものが少しこう、ついえてたんですよ。ついえてたというか、なんか今が楽しいからいいやみたいな感じになっちゃってたんですよ。で、3年ぶりかなんかに久々に、こう広島帰った時に、こう友達とかから、お前音楽活動どうなんだよみたいな。
話になった時に、こう、うん、何も答えられなくて。はいはいはい。で、こう、強がって、ああ、今、なんか事務所にも声かけられてて、みたいな、嘘、強がって嘘ついて、その時に、うわ、俺何やってんだろうって思って、うん、そっからこう、東京に帰って、本気でやりだした、うん。はい。それは何歳の時ですか？それが大体22、3とかですかね。ああ、うん、はい。で、そっからこう、本気でメンバー探して、はい。あの、ライブハウスとかで、あの、ライブやらせてくださいとか、こう、チラシ配ったりとか、そっからこう、本気で活動しだした形ですね。で、バンドはできたんですか？そうですね。で、メンバー、まあ、なんやかんやで揃って、はい。で、事務所にも拾ってもらって、27、5ぐらいからですかね。あの、はい、あ、20、そうですね。そっからすぐ割と、あの、拾ってもらって、はい。で、今、あの、みやびっていうね、ソロでやってるアーティストで、結構有名な、今頑張ってるんですけど、今も。はい。の、そいつと一緒にやり出してから急にこうバーってバンドが人気出て。へぇー。はい。それもプロっていう感じなんですか？そうですね、一応、それで、バイトとかもせず、その音楽だけで一応生活をしていけるようになったんですけど。すごいですね。はい。なんですけど、結局やっぱり、そのみやびと、他の僕も含めた、その他の3人との、やっぱりこう、レベルがね、顕著になっていくんですよ。みやびはもう天才だから、どんどん、もうすごいアーティストになっていくし、でも、僕ら3人はやっぱり凡人だから、なかなかこう、だんだんそこのギャップが大きくなってきて、うん。で、それで、はい。はい。で、それでこう、だんだんこう、なんだろうな。もう、喧嘩とかもすごいするようになって。ああ、なるほど。それでもう。どんな曲やったの？はい。あ、もう、いわゆる、コテコテのこう、ビジュアル系っていう、ビジュアル系バンドをやってます。ほんまやったんですね。そうですね。もう本当に。そうなんです。まあ、グレーみたいな感じってことですか？そうですね。もう本当に、そういうのをイメージしてもらえれば。はい。オリジナル曲で全部。そうですね。はい。はあ。アルバムとかも出してとか。そうですね。で、結構、いろいろ、もう海外も行かせてもらったり、全国ツアーとかも回らせてもらったり、本当に、で、テレビとかも出させてもらったり、本当いろいろ。そうなんですよ。なんで、あの、昔、パフィーさんが、はい。パパパパパフィーっていう番組やってて。うん。で、それの、ビジュアル系だらけの運動会とか、なんか、そんなんとか。そうなんですか。とか、あと、みんな、はい。なんていうバンド名だったんですか？バンドは、あの、ちょっと言いづらいんですけど、あの、デュールクォーツっていう、あの、はい、バンド名で。まあ、造語なんですけど。ああ、はい、はい、造語で、なんですけどね。すごいですね。そこまで行くってなかなかないんじゃないですか。いや、でも本当にその、天才がいて、本当にラッキーですよね。そのおかげで僕も本当にすごい、あの、いろんな、本当貴重な経験すごいさせてもらって。あ、そうなんですか。なんでもう、はい、フジテレビさんとかでもね、こう、はい、行かしてもらったりとか、うん、ラジオも番組とか持たせてもらったり、本当にいろいろ、いわゆる芸能活動みたいなもので、映画とかにも出させてもらったり。映画？あ、まあ本当、ちょい役なんですけど、映画とかも呼んでもらったりして、あとは、ある程度の、そういう、プロモーションビデオ撮ったり、ライブツアーもあったり、その、レコーディングとか、そういうテレビ収録とか、そういう一通りは経験させてもらって、本当に今となってはいい思いですね。そんな、お夢になってきたら、もう外に出ていったら結構知ってる人が出て、現れたりとか。あ、でも、いわゆる原宿とか、渋谷とか池袋、そういうのが好きな子たちが集まるのとこだと、割と、なってますけど、でも、普段はそんな、街中いてもそんなに、あれ、全然。あ、はい。はい。まあ、そうですか。
知ってる人から見たら知ってる人ってことですね。あ、そうですね。はい、はい。なるほど。いや、それでもすごいですね。はい、いやいや、もう本当に、みやびのおかげです。そうなんですか。はい、それで、まあ、いろいろ解散になるんですね。そうですね、もう本当に、まあ、うんうん、今考えるともう本当に、まあ、なるべくしてなったなっていう感じでしたよね。うん、もう本当に僕らもそうですし、やっぱり、その本当にちょっと次元が違いすぎて、うんうん、あの、今だったらわかるんですよ、宮城の気持ちが。今だとわかるんですけど、当時はやっぱり、こいつ偉そうにしか思わなくて、うん、あの、本当にすごい高い次元でもっと音楽性を高めていって、アーティストとして成長しようっていうモチベーションなんですけど、当時はもう僕らからすると、あの、偉そうなこと言いやがってしかなかったんですよね。うんうん、今はわかるんですけどね、もう本当になんで、うん、まあ、なるようになったなっていう感じですね。でもそこまで行って引退ってなかなか決断って難しいんじゃないですか。そうですね。なので、ね、解散した後は、数年はやっぱりちょっと芸能界にしがみついてたというか、うん、なんで本当にそれこそ他のバンドやってみたり、はい、それこそ舞台とかそういう役者みたいなこともやってみたり、はいはい、なんかやっぱりちょっと、なんか芸能界から離れることがちょっとこう抵抗があったっていうか。いやいや、そりゃそうですよね。そうですね。なんですけど、あの、うん。やっぱり僕は、その、最初その、みやびとかと一緒にバンド始めた頃の、こう、モチベーションっていうか、うん、熱がどれもなかったんですよね。あこう、湧かなかったというか。うん、ああ、力が入らないんですか。そうですね。もうなんか、あの頃みたいな、うん、こう、エネルギーが出てこないなっていうので、はいはい、それで、もう一個僕がその若い頃夢だったのが、あの、学校の先生になりたいっていう夢があったんですよ。おう。で、学校の先生かミュージシャンかみたいな。はいはいはい。なって、で、うん、こう、プロのミュージシャン目指して東京して出てって感じだったんで、はい、もう一回ちょっと一回こう、リセットして、はい、その、自分何やりたいんだろうって考えるときにそれが思い浮かんで、はい、だけど、学歴もないし、っていうところで、あの、学習塾を、こう、経営、はい。学習塾を、こう、経営してる、あの、会社に入って、はい、雇われ店長じゃないですけど、はいはいはい、うん、雇われ教室長みたいな感じの仕事があったんで、たまたま。うん、で、そこに入って、学習塾を、うん、の経営っていうのを、そこから始めてから、ずっとサラリーマンをやってましたね。はい。おー、それが30歳の時ですか？それが、そうですね、30歳の時ですね。そこから、6年ぐらいやったかな。はい。また、ね、芸能人からサラリーマンってどうなんですか？いや、僕はね、そんなに抵抗なく、むしろ、はい。なんか、不思議だったんですよね。だから、その、僕みたいな人間がネクタイしてスーツ着て、はい。で、教室行ったら子供たちが先生って来るわけですよ。ああ。こう、なんか、俺が先生なのみたいな感じで、変な感じでしたけど、でも、すごく、まあ、うん。なるほど、なるほど。はい。うん、それはあれですか？東京とか、その辺ですか？東京です。はい。東京で。はい。どうなんですか、先生。生徒に教えるっていう、その、なんていうか、向いてると思いました、その時は。そうですね。あの、教えるのが向いてるかどうかはあれだったんですけど、ただ、その、わからない子の気持ちが、はい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 、はい。なんか、すごく、その、わかったというか、ああ、はい。僕は、その、勉強ができるようになりたいっていうモチベーションがなかったから、あの、全く聞いてなかったんですよ。だけど、いざ、勉強してみようって思ったら、結構割と、あ、意外と楽しいなって思ったんですよね。で、それは先生になってからの話ですか、ね、あ、なってからです。はい。なってから、やっぱり、はい、必要上教えなきゃいけない場合があるんで、
で、その時にこう見てみると、教えるために、一回こう見ながら、はい、あ、どうやって教えたら伝わるかなって考えてると、すごい楽しくなって、で、その時に、そう、あ、僕がつまんないって思ってたように、うん、この子らがつまんないって思うのってすごいわかるわって思って、うん、じゃあどうやったらそれ楽しくなるかなっていうのをすごい考えて。わかります。僕もめちゃめちゃわかります、それ。僕も全然勉強できなかったから、はい。その後自分で勉強するわけじゃないですか。はい、はい。はい。ほな、何が自分がつまずいたんかとかが、はい。なんかわかるわけですよね。あ、そう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 、おっしゃる。そうなってきたら、はい、同じようにつまずいてる人を見たら、やっぱり僕自身がこう、得た経験でアドバイスできることもあるわけですよ。そうですね。おっしゃる通りですね。ねえ。ほんなら勉強が楽しく感じてもらえるかもしれないっていうアドバイスで、これ分からなかったからできる、ね、アドバイスありますよね。いや、ほんとそうなんですよ。もう、うん、僕も6年間その学習塾やってて、うん、アルバイト講師で来るわけですよ。うん、たくさんの従業員が来て、で、僕面接して、で、採用不採用ってやってなんですけど、うん、やっぱりね、高学歴で勉強できる人ほど教えるの下手なんですよ。ですよね。うん。いや、わかるわかる、わかりますよ。もうね、うん、なんでわかんないのが出ちゃうんですよ。はいはいはい、はい。だから子供も、子供からもやっぱりね、こう嫌われるというかね。うん。だからやっぱり、苦労した人の方が、本当教えるのが上手ですね。そうですね。やっぱ勉強できる人見下しちゃうんでしょうね。うん、なんでこれわかんないんねんって。そうそう。え、なんてわかんないのっていう。ですよね。はい。おっしゃるんですね。はい。なんかあれですよね。勉強できないっていうよりかは、うん、なんかこう、外的要因で、ちょっと勉強を嫌いにさせられたりとか、うんまあ、親の勉強しなさい、うん、しなさいって言うから、うん、脳がこう、シャットアウトしてね。うん、勉強イコール嫌なものみたいな。刷り込みがあってしまって、うん、でも本当はそれをそのマインドを変えてしまったら、はい、楽しく感じるかもしれないですよね。いやもうおっしゃる通りですね。でそういうことですね。本当そう、本当そうだと思いますよ、もう、うん。なるほど。うん、はい。いやー同志ですね。はい。そうなんですか。今度はもう生徒も喜んで。勉強ができるようになったりとかしていく生徒も出てくるんですね。もう、まあ、なかなか、そう、なかなかそういう、こう、本当はね、そういうなんかいい事例があったらいいんですけど、やっぱり、なかなかそういう、僕がこの子の成績上げたみたいな、自慢できる実績はないんですけど、うん、ただ、僕がその業界に、で学ばせてもらったのは、なんかやっぱり教育格差って言われるものが本当にあるなっていうのはもう現場でひしひしと感じて、まあ塾のお金もまあ僕やってて思ったんですけど、やっぱりすごい高いんですよね。もう本当これ大変なのお父さんお母さんはっていう、もう夏期講習とかだけでも何十万とお金つぎ込んで、でも別に大して成績上がらないわけですよ。だけどなんかもう周りみんな行ってるから行かせないとみたいな。でも僕も正直、そう、お母さんに正直にもう、いや、これ上がりませんよ、これ。この、なんだろう、この子の、やっぱり勉強態度をこれから変えるっていうのはすごい時間かかるし、夏期講習来たって、うん、そんな、50分がボケっとしてるし、宿題もやってこないし、うん、だから、こんなお金かけても変わらないですよって言っても、お金払うんです。だから、こう、やっぱり、うん、本当にさっきおっしゃったように、うん、やっぱり勉強嫌いになるとか、やっぱりそう、大人に責任があるなっていう部分は、ちょっと感じましたよね、見てて。うん、なるほど。これがちょっとサンセットにつながっていくんですかね。そういうところが。あ、まあ、そうです。サンセットっていうか、僕、その、変な子で、ちょっと小学校の時の話とかにちょっとすごい戻っちゃうんですけど。ああ、どうぞ。すごい変な子で、はじかのさんも言ってましたけど、僕らの世代ってすごいやっぱり自虐史観がまだあって、うん、特に僕広島だったんで、はいはい、夏休みはもう毎年、原爆の日は登校日であったんです、うんうん。で、裸足のゲンで育ったみたいなあれだったんですけど、だけど、
僕も今でも何でか分かんないんですけど、親から教育されたわけでもないし、先生からは自虐視感を受けたのに、僕は自虐視感に全く染まらなかったんですよ。ああ、そうなんですか。なんか分かんないんですけど、もうずっと子供の頃から、はい、すごいこう、よく NHK とかでも映る、なんていうんですか、東条秀樹がこう、バザーイって言って、みんなバザーイって、日の丸バーっていうのを見たら、うん、僕は、おーって思うタイプだったんです。ああ、そうなんですか。なんか子供の頃のその感覚が、はい、そうで、だから、自虐視感みたいなことをバンバンこう、学校の授業で習っても、うん、全然こう入ってこなくて、なんか、フィクションを見てるみたいな感覚で、はいはい、だったんですよね。で、だから高校生の時なんかはもう、さっきも言ったんですけど、勉強しないで、はい、元バンドばっかりだったんですけど、はい、もう、まあ今、時効だから言うんですけど、もう学校サボって、で、図書館行って、南京大虐殺とか、はい、そういう、日本がなんで負けたんだろうって思って、そういう本読み漁って、はい、で、学校の先生も誰も答えてくれないから、うん、納得いく答えを誰も答えてくれないから、もう読み漁ってで、学校終わった時間ぐらいになると学校行って部活出て、あ帰るみたいな、変な子でしたね。あ、日本が好きだったんですね、本当に。そうですね。だから、その左折とどう繋がってるかって言われると、もう、ガキの頃から、はいはいはい、そういうタイプで、でしたね、はい、うん。すごいな。で、それって周りのお父さん、はい、お母さんがそういうふうな考えでとか、うん、そんな感じだったんですか？いや、じゃなかったんですよ。じゃなかったんですか？もう父親はもうバリバリ、もう戦後教育受けてきた人で、うん、もニュースステーションとか見て、うん、とか、もう、筑紫哲也最高みたいな親父だったんで、もう。テレビにもうね、そうそうそう、洗脳されてちゃってるって感じなんですね。なんでもう本当に、アメリカ最高みたいな人だったんですけど。なるほど。はい、なんで、自分でもすごく不思議で、学校の先生はバリバリもう道徳の授業に、南京大虐殺の首持って立ってる日本将校みたいな、ああいう写真とか出して、こんなひどいことしてたんだよとか、教わったんですけど、僕はもう、その自虐視感というよりは、その、日本の歴史が大好きで、それこそ豊臣秀吉とかから始まって、幕末の志士とかも大好きで、だから、あえて、その、いわゆる大東亜戦争の頃の歴史だけもう見ないようにしてたみたいな感じだったんですよね。その本当の歴史を知るのはいつ頃なんですか？はい、もうそっからもう本当にちょうどさっき塾の話をさせてもらってたんですけど、はい、ちょうどその頃ですね、芸能界引退して、はい、で、ちょうどその塾始めた時に、今の妻、二人目なんです。一人目の、の妻と一回離婚して、今二人目なんですけど、一、はい、回目の結婚したんですよね。その時に。はい、で、その、一回目の結婚した頃に、ちょうど、神谷さんが、うん、倉山充さんっていう、憲政史家の倉山充さんっていう方と、うん、はい、CGS っていう番組を始めたんですよ。ああ、今から10年前。うん、はいはい、そうそう、そう、はい、それくらいですかね。うん。うん、で、それの前から倉山充さんのことはずっと僕追っかけてて。そうなんですか。チャンネル桜とか。はいはいはい。チャンネルアジアでしたっけ？はいはい、アジア。はいはい、ありますね。はい、アジア。アジアですね。はい。はい、あれ、に出てる頃から倉山充さんを追っかけてて、その倉山充さんの、はい、本とか読んでからですね、その、歴史観が変わったという、あ、やっと僕がなんで日本負けたんだろうっていう疑問を、やっとこう、納得する答えが 見れたっていう。ああ、そういうことなんですね。うんうん、そうですね。はい、そこでいろんな政治の、歴史の話が、はい。またこう、自分の中でフューチャーしたんですね、そっから。あ、そうそうそう、そっからこう、火がついてというか。火がついて。はい、あ。で、そっからもう、
そういうもう本当に、それとこそ水島社長の応募を追っかけたり、田上さんの問題もあったりとか、もうそのたんびに、いやー、やっぱもう教育、歴史、認識変えないとっていうのばっかり思って、うん、だけど、もうそういうのを見て、いわゆる保守言論人の人たちを応援するだけで、まあ、ずっとこう、ネットで見てるっていうだけで、やっぱり、周りの人にも話せなかったし。話せないもんなんですか、やっぱり。そうですね、やっぱり、うん、学習塾やってる時なんかもね、すごくいい人で、すごいいい先生で、子供たちからも好かれて、あの、教え方も上手でって、素晴らしい先生なんだけど、やっぱりいざ、皇室の話とかなると、あの、でも、天皇ってね、人権があってみんな平等って言ってるのに、あれおかしいよね、とか子供たち話してるわけですよ。だから、うわぁ、そういう、すごいいい人なのに、うん、そこの根本がやっぱ、抜けてるんだって思った時に、やっぱり、うん、やっぱり教育だなって思って、うん。今まで自分が積み上げてきた歴史観をちょっとでも出そうとすると、みんなから変な目で見られてきたんですね。あ、そう。やっぱり、その肝心な部分。やっぱり、皇室を敬うのって別に宗教でも何でもなくて、はい。だから僕の感覚からするともう、日本イコール天皇みたいな、なんかもう、うん、な感覚が、うん、だから日の丸見たら、こう、ぐっとくるよね、みたいな感覚で、うん、陛下の、ね、陛下がこっちを見て微笑んでくれるだけで、うわぁ、見守られてる、みたいな、うん、あの感覚が、ちょっと出そうもんなら、これ気持ち悪いっていう感じがすごく苦しくて。なるほど。いや、めちゃめちゃよくわかりますね。そうね、はい。そうですか。っていう感じでしたね、はい。そこでいてるのはもうしんどいですね、その空気の中で。そうなんですよね。だからそれを結局そういう、ね、特にあの、インターネットが普及して、うん、あの、YouTube 番組のいろんなね、保守系言論人の番組見れるようになったんで、うんうん、そこで結構割と、そうだそうだって見ながら、こうお酒飲みながら、そうだそうだってこう、ストレス解消するみたいな。すごいですね。感じですね。なるほど。はい、仕事はこれ、塾はどうなるんですか、その後に。あ、で、結局、学習塾を、6年、6、7年ですかね、やった後で、うん、で、その、ちょっと社長と喧嘩して、はい。まあ、経営方針で、ちょっといろいろ喧嘩して、でもうついてけば、みたいな感じで、やめて、うん、で、その後、まあ、貯金を、こう、切り崩したりしながら、こう、次何やろうかなって、こう、いろいろやって、うちに、うん、もう会社に、組織に向かないなって思ったんですよ、その時。ああ、はい、はい。やっぱり、はい、そう、社長が絶対なのに、僕はやっぱり、うん、いや、僕は右の方がいいって思ったら、それ、こう、従えないから、うん、だったら、営業とかって、うん、結果さえ出せばいいんでしょうみたいな。うん、うん。うん。例えば、会社から、じゃあお前ノルマ1000万ねって言われたら、じゃあ1000万売り上げたらもういいんでしょみたいな。うん。だから、あ、僕は、そう、営業とかの方がいいんだっていう、経営に携わってとかじゃなくて、うん。一回プレイヤーでやってみたいって思って、うん、で、飛び込んだのが、その、日本郵便っていう、うん、会社で、皆さんご存知だと思うんですけど、はい、そこの、官保や、ゆうちょや、国債とか、はいはい、そういう、まあ、金融商品ですね。はいはい、金融全般の、こう、営業をやるっていう、金融障害部っていうところに、入らせてもらって。偉いとこ行くんですね。そう。もう、全然、こう、うん、またハンドルをさらに切って。はい。はい、そこで、営業をやらせてもらって、うん、で、なんですけど、まあ、皆さんご存知の通りね、やっぱり中いざ入ってみたら、まあ、とんでもないところだったわけですよ、こう。外資の巣窟みたいなところですよね。もうそうですし、やっぱり、うん、昔、本当に、昔の信用っていうか、郵政省の頃の信用を、うんうん、もう、出しに使って、もう、とにかくひどい営業をして、うん、もう数字上げたら偉いみたいな。う
で、って、もう本当にお客さん本当に騙すような、やり方で、みたいな感じで数字上げてるのも目の当たりにしたりして。ニュースも出たらそのままですよね。そうそうそう。で、はい、それでもう僕も、で、僕が偉くなったら、変えられるとかっていう、あれだったら、まだ残ってたかもしれないんですけど、もう、大きな組織だったんで、決まってたんですよね。僕頑張っても上がれてもここまで、みたいな。うん。うん。中途採用だったし。で、そこに上がったところで、現場の長ぐらいで経営には携われない、みたいな。うん。だから、それで見たら、このままずっといて、この詐欺みたいなことずっとやり続けるんだろうか、とか、って考えたときに、なんかもう、嫌だなって思ってた頃に、ちょうど今の妻と、出会って、で、2回目の結婚をさせてもらったんですよね。うんうんうん、で、その時に、妻から、もう嫌なら辞めればって、もう言ってもらって。そう、もう、うん、私が食わせておくから、みたいな感じで、こう、男っぽい妻なんですけど。ああ、そうなんですか、で、そうやって言ってもらって、すごい気が楽になって、はい、で、あ、そっか。で、じゃあ辞めるなら、もう、なんか一緒にやろうかっていうので始めたのがコンビニだったんですよね。ああ、そうなんですか。はい、で、うん、で、辞め、お互いサラリーマンだったのは辞めて、うん、でも、辞めて半年ぐらいしたら、世の中で、漢方は叩かれ出したんですよ。あ、なるほど、なるほど。はい、だから、うん昔の同僚からはみんな、お前がリークしたんだろうってすごい連絡が。なるほど。あれ、3、4年前ぐらいですかね。2018年とかですね。ああ。だから5年、6年、5年前ぐらい。うん、はい、5、6年前ですね。なるほど。はい。ああ、そうなんですか。ええタイミングだったんですね。そうですね、本当にだから辞めて、そこから半年ぐらいしてから、うん、すごくこう、うわーってなって、うんうん。で、その頃に僕もタイミング的に僕もそこで、1店舗目をこうオープンさせてもらったっていう感じでしたね。はい。なるほど。うん。で、サンセットはいつ出会うんでしたっけ？あ、でもサンセットはずっとその、要は、さっき言った通り、神谷さんのことはずっと追っかけてたんで。うん。で、妻と結婚した時に妻には、その6歳の息子がいたんですよ。うん。で、それでちょうど、要は連れ子っていう形で、うん。で、僕も急遽父親になることができたんですよね。うん、うん。で、それで、こう、父親になって初めて思ったのが、うん、なんかこう、特にやっぱり連れ子だったっていうのもあるんで、僕が一番思ったのはやっぱり、大人の都合で、勝手に、その子が僕、の息子になりたいって言ったんじゃなくて、僕らが勝手にね、うん、僕らの都合で親になるってな、うん、なるっていうのもあって、絶対この子からお父さんでよかったって思われなきゃいけないみたいな思いがすごく強くあって、うん、で、その時に、こう、自分の理想の父親って何だろうって思ったら、やっぱり、僕が父親に対してすごく不満だったのが政治だったんですよね。その、すごく僕を産み育ててくれたことにはすごく感謝してるし、うん、いろんな尊敬できるものたくさんあるけれども、やっぱり、はい、テレビや新聞ばっかり信じて、やっぱり消費税導入の時だって自民党入れてたし、うんうん、ずっと昔からお前らが、ね、成人する頃には保険料も上がってるぞとか、大変な時代になるぞとか言ってたくせに、うん、いや、じゃあなんで変えてくれなかったんだよっていう、なんかそういうのがあって、うんうん、あそう、それで、こう、息子に対して息子がね、うん、僕が死ぬ時に、息子が、いやもう、世の中ひどくなったけど、父ちゃんは頑張ってくれたよねっていうふうにやらなきゃいけないって、その時初めて思って、うん、っていうタイミングで、神谷さんが、正当 DIY っていう番組を始めたんですよ。今から4年前。ぐらいですね。はい。ですね。で、そうなんですか。理想の正当作ろうよって言って、うわ、
自分たちで作るのっていうのはすごいワクワクして、うん、で、いざサンセットができるっていう時に、勇気を出して、妻に、うん、ちょっとこれは、やらないと、俺後悔すると思うから、うんうん、もう、月4000お願いしますって、お願いして、うん。そうそう。で、最初、まあ、妻もね、その頃は全然今はすごい協力してくれてるんですけど、はい、当時は何も知らなかったから、はい、まあ、そこまで言うなら、選挙に出たりとかするわけじゃないんでしょって言って、いや、それは絶対ない、絶対ないとか。そう、それで、うん、じゃあいいよっていうので、OK してもらって入って、っていう、はい。まあ、今じゃ二人とも遠いなんですけど。そうなんですか。そういう流れでしたね。はい、奥さんはどんな考えだったんですか？あ、もう妻はもう本当に一般的なに一番多いと思うんですけど、うん、本当にそんなに関心がないというか。はいはいはい、はい、うん。なんでも、世の中で言われてることを真面目にやるみたいな。だから、息子に対しても、すごくこう、例えばワクチンだったりっていうのも、うん、本当に、母子手帳を真面目に全部チェックしますみたいな感じで、やってきてって。で、そこで僕と一緒にいろいろ、学んでるうちに、もう、なんじゃこりゃと。はい。真実に気づいてるんですか？そうですね。だから、妻も僕もそうなんですけど、変に勉強してこなかったんですよ。学歴がなくて、学校も、高卒だし、で、しかも高校でもろくな勉強してないから、逆に、変な先入観がないというか。だから、なんとなく感覚として、テレビがこう言ってる。でも、例えばですけど、泉秀さんが、いや、こんな食っとけええねんとか言われるの、いや、なんかこっちの方がなんか正しい気がするみたいな。そういう感じで、なんかすごくこう、感覚的に僕も妻もやっぱり、そういう、変にネットで言うのはちょっとうさんくさいみたいな、変なそういうメガネがなかったですね。あ、自分の感覚で判断するっていう感じだったんですね。そうですね。はい。うん、なんでもう途中からはもう逆に妻の方がノリノリになって。あ、そうなんですか。はい、あ。なんでもう参院選の頃にはむしろ、なんで出ないのみたいな。ケツ叩かれて。すごいですね。なるほど。もう最初からほんなら党員さんだったんですね。最初の頃から。そうですね。結党から参加させていただいて。うん。でしたね。はい。はい。で、どういうふうにその参政とどんどん付き合っていくんですか？最初の頃は特に。あ、なんで、決闘大会がそもそもね、コロナで、会場の関係で、最初は4月の決闘日に決闘大会やるって言ったのが、うん、確かね、2ヶ月ぐらいずれたんですよね。ああ、はいはい。で、そのずれたんですけど、その決闘大会で、党員代表で、スピーチしたい、3分間スピーチしたいっていうこそ、我こそはっていう人は手を挙げてくれって言われて、僕、ちょっと、やってみようって思って、応募したんですよ。なら、神谷さんからこういう感じで、ズームで直接連絡来て、で、面接みたいな感じでやって、はい。はい。で、それで、こう、その時に初めて神谷さんと、直接お話しさせてもらったんですけど、で、そこで、多分その時ね、神谷さん僕の名前、年齢知らなくて、もうね、作業区みたいに若い子がね、これからは政治のことね、話していくのがいいんだよ、とかつって、いや、僕神谷さん一個上なんだけど、思いながら。そうそう。で、それで、決闘大会でこう、登壇させてもらって、はい。あ、そうなんですか。そうです、党員スピーチみたいな感じでスピーチさせてもらって、で、そこからこう、DIY スクールがまずスタートするわけです。はい。で、もう初めての政治活動で何するんだろうと思ったら、いきなりもう、みんなで集まって勉強するわけですよ。で、その時の先生たちもすごい豪華で、はい。もう本当に幅広かったですね、もう。はい。それこそ、
天皇の主治医だった、矢作先生から、とか、もう本当にケント・ギルバートさんとか、あ、そうなんですか、ね、もういろんな方が、うん、そうですね、はい、あ。武田つねやすさんとか、もういろんな方がこう、すごい、あれだったんです。その DI スクールの一期の時に、そこで初めて全国から集まった100、150人ぐらいですかね。はい、集まって、その授業を受けてたんですけど、はい、そこで初めて全国の党員さんとこう顔を合わせるわけです。おはい、でその頃もズームみたいな、なんていうか、配信もあったんですか？配信ももちろんあったんですけど。あ、あったんですね。やっぱり僕、まあ、神奈川だったんで、やっぱり通えるし、っていうので、はい。で、そこで初めて、みんなと顔合わせて、そこでだんだんこう、仲良くもなるし、はい。で、そこで最初は、そう、党員が、30人いたら、支部が作れるってなったんですよ。ああ、支部がね。はい。党員が30人いて、で、三役決めたら支部ができるっていうので、はい、もうみんなが、こう、誰が一番最初に支部作れるかってなって、はい、で、一番最初に作ったのが和歌山なんです。ああ、ですよね。はい。林本さん。で、はい、そう。で、くっそ、すごい、橋本さんってすごいなって、それでもうすごい覚えてて。ああ、そうなんですか。はい、神奈川は党員がね、いっぱいいる割になかなかまとまらなくて。ああ、そうなんですか。そう、なかなか、できるまで結構ちょっと時間かかっちゃったんですけどね。ああ、そうなんですか、ね。はい。でも、初期の頃からずっとこう立ち上げメンバーとか、どんな、そうですね。そうですね。やらせてもらって、っていう感じで。で、そこから、DIY スクールが3ヶ月間ぐらいですかね、その、期間としてはあって、うんうん、で、その後で始まったのが、選挙スクールっていう、もう、やっぱり政治のことを学んだけど、やっぱり選挙に勝たないと意味ないよねっていう。うんうん、で、そこでまずは選挙のことを学びましょうってなって、うん、で、みんなで松田薫さんとか来てくれて、うん、はい、で、そこで選挙のことを学んでっていう時に、うん、こう初めて、うん、それこそ林本さんたちとも直接話したりとかするようになって、うん、っていう流れ、かな。で、その時の流れで、じゃあ今度は学んだことを実地で経験してみようっていうことで、うん、神谷さんの、付き合いのある議員さんの実際の選挙に応援入らせてもらって。あ、そうなんですか。そうそうそう。で、そこで生まれて初めての、こう、街頭演説とか、はい、それこそ選挙カーに乗って、はい、ウグイスカラスとか、はいはい、っていうのを、はい、やらす、ポスター貼りとかっていうのを、うん、実地で、はい。はい。すごいっすね。でしたね、うん。うん。っていう流れでしたかね。うん、仕事しながらとか大変ですね。そうですね。なんで本当にもう、その頃からだから、会社はもう、妻に任せっぱなしで。そうですか。そうなんですよ。だからもう、いつも、仕事聞かれるともう、紐ですって。もう紐ですっていう答えてますね、よく。奥さんの理解めちゃめちゃあったんですね。そうですね、逆にだから本当に妻もやっぱり息子のことが一番、息子の未来のことっていうところで、で、参政党の仲間、どんどん、やっぱりみんな絆がどんどん深くなってきて、うん、で、みんなで一緒にっていう時に、やっぱり妻の方も、もう本当に、うん、いや、じゃあ、必要とされ、してもらってるんだったら頑張れと。で、会社のことは自分やるみたいな感じで、こう、やっていくな。今もう、毎日、参政党のことを、竹内さんがやってはったんですか、はい、その頃が。その頃、そうですね、なんで、そうですね。で、そっから、それこそ林本さんのね、お嬢さんが、選挙出る、東京都議選かなの時にも一緒にやって、うん、そこで実際の選挙を戦って、で、そこでも選挙やって、で、はい、そこから、その年の年末に、年末前かな、神谷さんが急に、うん、来年の参院選やるぞって言い出して、はい、もう、みたいな。いよいよ、この人土地来るんだ。
その頃はどうだったんですか、参政党は。その3年前の12月ですよね。もうだから、まだそれ全こそ、然、フィーバーもしてない。もう、なんだろう、全国に、多分ね、11個か12、12、3個かな？しか支部がなかったんですよ。ああ、もうそそうもそなんですも。か。そう。だから、党員はちょろちょろいたとしても、多分だから、全国でも多分ね、2、3000人ですよ。で、その中で、参政党がほんならまだまだ誰も知らない状態で、参議院選挙に出るぞって言い出したってことですね、ほんなら。で、僕らからすると、そういう何回かこう、いろいろ経験させてもらって、で、実際本番の選挙も戦ってみて、もう選挙の厳しさとかをやっぱり体感できたんですよね。で、こんなに国民の皆さんは興味ないんだっていう、そう体感してっていう時に、もう、神谷さんがその頃からでも言ってたのは、このままね、こう、ずるずる力つけたら国政打って出ようってやってたら、もうみんな疲弊して、だってみんな手弁当でやってるから。だから、みんな疲弊して結局、潰れると。だったらもう、やるしかないんだっていう。ので、その時は、僕、全くそれ分かんなかったです。何言ってんだ、この人って すごいな。だけど、今は、なるほどって、やっぱり、ああいう目標を作って、みんなで、そこに向かっていくぞってやらないと、続かないんですよね。なるほど。これも全部経験してから言える話ですけどね。そのおっ当しゃ、おっし時、ゃるとおり。この先どうなるかも全く分かれへんのに。すごいですね。だから、お金もなかったですからね。お金もないし、だからお金も集めるって言うんですけど、いや、どうやってっていう。で、そっか。そう。で、比例5人と選挙区で10人出そうって最初言ってたんですかね、確か。で、最低1は取ろう、みたいな。でも、それでも、1億から3億くらいかかります、みたいな感じで、そのお金をみんなで集めるの、みたいな。いえいえ、取ってください。どうやって集めるんですか、みたいそうか、まだな。支部も全然11しかなかったんや、その時は。そうそうそう。その僕が、入ったのが4月、3月、4月頃なんですよ、その次の年のね、参議院選挙の前。だからその、半年ぐらい、3、4ヶ月前は、まだそんな状態だったんです。で、僕が入った時はもう多分、ほとんど支部が47都道府県にできつつあったのか。そうですそね。んな短期、すごい短期間にどんどん作っていったんですね、ほんな。あとは、爆発的に党員が増えましたよね。ああね。だからもう、多分、僕はずっと現場だったんで、あれだったんですけど、事務局はもう、本当大変だったと思いますよ。もうパンクして。ですよね。なんか4、5人しかおらんかったって話ですもんね。それはであのも、ちょっ時とは、前までは11しか支部なかったら、それは4、5人でもええやんってなってたでしょもう十分の流れで、もう本当に、当時の、要は、最高機関というか、うん。うん。最高決定機関のミーティングは支部長会議っていう、あれだったんですけど、それなんかもう本当に、この支部長会議っていうのがもう、神谷さんと、事務局のスタッフ何人かと、その全国支部長っていうので、十何人みたいな感じでしたからね。そうなんですか。しょっちゅう渋って、神谷さんとも話してたんですか、清木さん。すみません、そうで、なんですか。必ず、僕も当時、神奈川の副支部長とかさせてもらったんですけど、必ず支部長が出れなかったら、副支部長とかは必ず代役立てろ、三役の誰か出ろ、みたいな感じだったんですよ。で、それで、そこで決まったことを、支部会とかでみんなに、下ろすみたいな。っていうのが基本的なあれだったんですね。なんで、当時は全然、当時の規模だと、もう全然十分それで機能してましたね。そうなんですか。参議院選挙はもう爆発的に伸びて、
そうですね、もうだから。全然違う感じなんだ。あ、だからもう、本当に、僕らが意味がわからなかった。何これみたいな。そう。えっていう、僕、そう、これ、どちらの党ですかっていう、なんか、よその組織見てるみたいな、感覚ぐらい、もう本当に、オレンジ、大々色の T シャツ着た、大々色のぼり持った人が、うわー増えて、ですね。すごいなって思って、はい、あ。で、特に、まあ今はね、ちょっともう、あれですけど、やっぱり、吉野さんとかが、その、入ってきてくれたっていうのも、すごく勢いついたし、はい、あ。武田先生とかね、はい、あ。なるほど。はい、あ。すごい勢いが、急に出てきたんですね。面白いですね。そうそう、本当、12月にだから、今でも覚えてるんですけど、亀さんがこう記者会見やるとかっつって、参院選、出馬するっていう、こうね、記者会見をやりますっていう日に、じゃあその記者会見を、こう、やるっていうのを知らせなきゃっていう。ので、たまたま用事で大阪の、行って豊中の、大阪の党員の方々と、それこそ、正隆とかと、うん、もう、みんなで、もう最初に、参政党の、上りとか立てて、朝、うん、街頭演説したのを覚えてます、ね。で、午後から、記者会見あるんで、ぜひ見てくださいって。まさかこんな風になってると思わへんですね。そうですね。で、その頃は、本当に僕も、自分が出るとかとも思ってなかったんで。うん。はい。で、参議院選挙でね、47党全部出て。そうですね。うん。もうびっくりしたでしょ。いや、だからちょっともう本当に意味がわからないですよ。うん、すごいなっていう。うん、毎日、毎日数千人単位で党員が増えてきましたから。うん。はい、ですね。はい。まあ、みんなが、こういう党が出てきてほしいって願ってたんですよね。そうですね、うん。そのタイミングで出てきたわけですよ。そうですね。みんなの願いと、参政党の誕生が合致したんですよね。ねえ、だから本当すごかったですね、あれは。すごいですね。はい。はあ。まあ、今でも、ね、支部が270、はい、あるじゃないですか。はい。はい。で、大阪でも支部がまた誕生したりとかして、うんうん、19支部全部に分かれたりもしてるわけですよ。はいはい、うん。だからその頃から、まあ、たった2年前、うん、まあ、3年前か。まあ、3、はい、2年ちょっと前ですよね。その時から今の光景は考えられないですよね。270も支部ができるだなんて。もう考えられないです。ですよね。もう考えられないし、うん、やっぱり、もう本当当時から一緒にやってた仲間の党員が、まあそれこそ今、もう県連会長やってたり、うん、それこそもうバッチつけて議員やってたり、うん、なんかもう意味がわからんすよね。そうですね。はい、いや、すごいですね、でも。いや、本当に。時代が本当に生んだんですね、その参政党をね。ああ、でもそれはすごく感じますね、こう。本当にさっき、木村さんおっしゃったみたいに、うん、こう、時代に必要とされてるみたいな、うねりは感じましたね、参院選の時に。はい、うん。で、またその神谷さんうまいことをこう先導してね、うんうん、次々に目標、ちょっと先の目標。そうなんですよね。ね、うん、まあ、最初は参議院選挙11出て、1議席取るって言ってたのが、うん、いつの間にか47都道府県に出て、みたいな。そうですね。でも、それをどんどんこう塗り替えて、またそれをやってしまうっていうかね。うん、そうですね、うん。本当にやっぱり政治経験がやっぱあるじゃないですか。うん、だから、
政治の世界のことをやっぱりすごくよくわかってるから、うん、だから当時はわからなかったですけど、やっぱり参院選を経て、うん、なるほどこういうことかっていうのがすごくわかって、うん、で、実際今も、まあ、インターネットとかではすごくね、うん、アンチの方々から叩かれたりとかあるんですけど、うん、もうあれなんかもう DIY スクールの一期の頃から言ってましたからね。ああ、そうなんですか。うん。もう最初から、もう最初に加山さんと出会った頃から、はい、あの、今誰も知らないから、これ楽しくワイワイやってるけど、これが僕らが力つけてきて今度叩き出すと。うん、で、叩かれ、で、でも叩かれた時にくじけないでね。そう、叩かれても叩かれてもやってたら、今度、それでも大きくなったら、今度は取り込みに来るからっていう、一緒にやろうよっていう、うん。で、それでも騙されないで、貫いてねっていうのはもう、だから次、だから次は多分もうね、それでも僕らくじけずに今もやって、うん、衆院選とかもね、頑張って本当に結果出してってやってたら、今度多分、いろんな党が一緒にやろうって来るからですよ。ああ、なるほど。うん、その先がもう、そんな前から、加山さん見えてたんですね。そう、だからそれが、すごいなって思います。もう本当に、だから、決闘した頃から言ってましたよ。一緒に、懇親会とかで喋ってると、いや、もう必ず今はこうだけど、っていう。こうなるよ、っていう、うん。はい。そうですか。そうですね。だから僕、だから僕らからすると、うん、あまり、こう、びっくりしないというか、うん、なんか、ああ、来てる来てる、みたいな。で、崎内さんが国際大学院になるっていう。はい、どんな話からそうなったんですか？あ、いや、参院選の時も、もともとその、たまたま息子を神谷さんのフリースクールに通わせようって思ってて、うん、で、そのタイミングで参院選だったんで、亀田さんからその、じゃあ、ちょっと石川から出てくれっていう話で、で、石川で最初参院選で出させてもらったんですけど。あ、そうなんですか？そうなんですよ。石川で出させてもらったんですよ。はい。ああ、そうなんですか。そうそう。で、で、息子がもう中学校になるんで、はい、この4月から中学生なんですよ。だから、ちょっともう、中学校は しっかり、もう、部活とかね、ちょっと、フリースクールじゃなくて、こう、学校で部活とかそういうのやらせたいっていうのもあったんで、で、あとは、ちょっと石川と神奈川で2拠点生活したんですよ。2年ぐらいですかね。やっぱり会社がこっちあるんで。で、それで、ちょうどやっぱり、妻と僕でこう行ったり来たりとか、っていうのもすれ違いもあって、これ、ちょっとそろそろ限界だねっていうのがあって、やっぱり3人一緒にいないとやっぱり意味ないよねっていうところで、ちょうどタイミング的にタイミングがあったんで、それで去年の、2月ぐらいですかね、帰ってきて、うんうん、で、こっちで、支部の所属も神奈川に移して、うん、で、それこそ、統一地方選挙とかは、うん、神奈川の成田さんだったり、うん、それこそ和歌山の加藤敦也さんだったり、うん、兵庫の浜ちゃんとかね、いろんな人応援入ってやってたんですけど。うん、そうなんですか。そうですね。すごいですね。あちこちいたの。そうですね。応援させてもらってやってたんですけど、うん、呼んでいただいて。で、うん、5月ぐらいですかね。5月ぐらいに、そう、神谷さんから連絡来て、神奈川ので、声かかってないのとかって言われたから、え、僕何も聞いてないですけどって言ったら、いや、何のために今まで演説磨いてきたんだとかつ言われて、これ、うん、これは出ろってことかなって思って。という感じで、はい。うん、で、まあ、直接、その後で、地元の、うん、支部長にご連絡させてもらって、はい、で、ちょっと心を決めました、みたいな感じで。はい。はい。そうですね。っていう感じでしたね。はい。もう、奥さんも、ね、賛成で。そうですね。まあ、今回は、まあ、今だから言えるんですけど、ちょうどその、5月に、
妻はもともと僕と出会った時にもう父親を亡くしてたんですけど、はい、あの、その5月に妻の母親が他界して、はい、ああ、そうなんですか。そうなんですよ。っていうのがあって、すごくこうバタバタしてたんですよね。だから、そういうのもあって僕も、あの、まあ、正直、神谷さんにもさって言ってもらって、で、神奈川の昔からの仲間からもさて、なんとか頼むよみたいな声もあったんで、うん、あ、でも、自分で良ければ、力になりたいっていう気持ちもあったけど、やっぱり妻どうなんだろうな、みたいなのもあったんですけど、うんうん、で、まあ、妻の方が逆に全然、いやいや、もう、これやるしかないでしょ、みたいな感じで言ってくれたんで。そうですね、はい。そうですか。っていう形で、そうですね。で、9月ぐらいからですかね、本格的に。うん、あの、活動、公認が降りて、活動スタートした形ですね。うん、はい。まあ、その家族のね、理解っていうかがないとできないですよね、絶対。いや、ちょっと、ほんとそうですね、こればっかりはやっぱり、そうですね。うん、はい。国際科学院って、あれから、はい、一体何なんですかね、これは、あれですもん、なんかこう、買って自分が上に立つとか、そういう感じでもないわけでしょ、はい、そうですね。とにかく賛成党を広めたいっていう人がなるのが、はい、国際科学院じゃないですか。うん、そうですね。助け係ですね、もう本当に。うん、それどういう日々頑張ってはるんですか、モチベーションで。僕はもう本当に、参院選の時もそうだったんですけど、うん、あの、候補者として、もちろん、本気で、勝ちに行こうっていうモチベーションで、うん、もちろんやらせてもらってるし、ただ、うん、じゃあ、自分が当選したいかっていうより、その、僕の中の、その、多分国政会議員の皆さんそうだと思うんですけど、自分の勝ちイコール自分が当選じゃなくて、うん、参政党の議員が目標の議席を取れるとか、うん。うん。あとは、なんだろう、本当に、選挙区では、もしかしたら及ばなかったとしても、あの、比例票はこれだけ取るとか、うんうん、勝ちの定義が、必ず当選するっていう、その、だけじゃないというか、うん。うんうん、で、あとは、僕、個人的には、僕の中では、いつも、参政党入ってからずっとそうなんですけど、例えば、応援した人が、当選することもちろん最高じゃないですか。うん。なんですけど、仮に落選しちゃっても、うん。僕は、投票率が今までよりも上がってたら、ちょっとね、よしって思うんですよ。うん。はあ。だから、投票率を、こう、僕らが出ることによって投票率が上がるっていうのが、一番、実は、こう、僕の中での、まあ、隠してるわけじゃないですけど、僕の中ではそこをすごくこう、目標に置いてて、はい。もっとこう、高い視野でもっとね、広い範囲で見てるってことですね。いろんなこと。なんですかね、うん。だから本当に、演説とかでもよく言わせてもらうんですけど、うん、まあ、よく言うんですよ。本当に賛否両論あると思ってて、その、ただただ投票率が上がったってダメだよって、ちゃんと勉強しないとダメだよっていう意見もすごくわかるんですけど、うん、おっしゃる通りなんですけど、ただ、うん、僕は日本人ってそんなバカじゃないと思ってて、うん、やっぱり本当にまずは投票行こうって思ったら、うん、あ、じゃあ誰に入れようかなって調べると思うし、うん、だからまずは、あ、そうだよね、投票ってやっぱ行かないといけないよねってさえ思ってもらえれば、うん、僕はやっぱり日本人の心って僕はすごく信じてて、うん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 。必ず、投票率さえ上がれば、うん、世の中は絶対良くなるっていうのは、ずっと思ってますね。うん、はい。どうなんですか、毎日こう活動してみて、うん、はい。何かその、最初と今と、お年明けてね、うん、はい、はい。6年になって、今3月ですけど、うん、はい。どうですか、神奈川県は。浸透してますかね。あ、浸透してますね、間違いなく。あ、そうですか。もう、やっぱり、僕が石川からこっち帰ってきた頃は、正直、うん、ちょっと、ポスター少なくないって思ったんですよ。なんだろう。途中、よく、車で、石川と神奈川をこう、車で往復してた頃に、
しょっちゅうあの長野とか山梨とか、うん、結構見かけてたんですよ、サンセットポスター。で、あ、すごいなーって思ってて、はい、うん。あ、すごい、神奈川とか、あ、山梨とか、うん、長野県の党員さんすごく頑張ってんだなーって思ってすごい見てて、うん、で、いざ神奈川入ると、うん、あれっていう、なってたんで。そうなんですか。そう、っていうのがあって。で、神奈川の方がね、やっぱ人口も多いし。はい。で、多頭張りって言って、いろんな人が貼ってあって、はい、貼らせてもらいやすいようなところもいっぱいあるのに、貼ってないから、ちょっと、うん、あれって思ってたんですけど、うん、最近すごいポスターも増えてきたし、もちろん党員の皆さんがね、活動をすごいやってるからっていうのもあるし、うん、あとは、本当にその、街頭演説やってても、聞いてくれる人や、わざわざチラシを向こうから、ちょっとチラシくださいってこう、言って来てくれる人とか、そういう人がもう着実に増えてるなっていうのは感じますね。うわ、めっちゃいいですね。はい。党員さんも、なんかお仲間とかどうなんですか？いや、もう、すごいんですよ。僕が、神奈川14区っていう、相模原市を中心のエリアなんですけど、はい、そこの党員さんがもう、すごいアクティブ党員さんが多くて、うん、あ、そうなんですか？もう本当に自分で、うん、チラシとか持って帰って、空いてる時間あったらポスティングしたり、うん、もうポスター貼りしてくれたりっていう、頑張ってくれる。で、例えば、なんだろうな、埼玉とかの地方選挙とかにも、うん、誰も何も言ってないのに、自分の意思で応援行ったりとかして。はい、で、例えば東京、都内とかで東京の国政学院とコラボ凱旋とかやったりしても、すごい来てくれたりとか。うん、だから、他の、埼玉とかいろんな方から、佐々木さんのところの党員さんがこの間来てたよとかって感謝されたりとかして、すごい、もう、僕が頑張ったわけじゃないのに、なんかすごい褒められたりとかして、ありがたいです。はい。すごいですね。そうですね。うん、めっちゃ暑いやん。暑いですね。はい。なんですか。でも東京とかって、はい、やっぱいろいろアンチって言ったら怒られるかもしれないけど、そういう人たちの活動も、うん、すごいわけじゃないですか。そうですね。どうなんですか、その辺は。関係ないですか。そうですね。やっぱりなんだろう。僕らは多分やってる側はそうでもないんですけど、うん、聞きに来てくださった人たちはやっぱ迷惑ですよね。やっぱだいぶいけるんですか、そういう人たちがマイクでこう逆に。そうですね。そう。もう本当に。なんで、割と大掛かりな、もう神谷さんとかも来て、本当に大掛かりな感じでやるときは、そういう体制も整って、人員も整って、うん、っていうのでできるんですけど、うん、割とこじんまり、例えば、この間なんかも、松田さんと、僕と、平本さんという国政学院と3人でみたいな時とかはやっぱり小さい、ね、規模が。そういう時なんかもうガンガン来て、もう直接言い合うみたいな感じもあったりするんで、そうなってくるとやっぱり、なんだろう。純粋に聞きに来てくださった皆さんがすごくかわいそうというか。ですよね。本当に、ただただ、で、しかもね、だから、言うんですけどね、そういうやり方しても、理解されませんよとかって言うんですけど、もう聞く目持ってくれないですよね。逆にこう詰めてきて、先置きさんに言ってくるから、はい。それ反対してる人が仲良くなったりするんですか？反対してる人と仲良くなって、いろいろお話してたら、賛成と理解が深まったりとか、うん、そういうことはあまりないんですか？あ、今んとこないですね、そういうのは。あんまりですね。で、僕も全然僕とかには来ないんで。あ、来ないですか？うん、はい。もう本当に松田さんがいるときとか、神谷さんがいるときとか、うん、そういうときしか来ないんで。ああ、そうですね。はい。で、たまたま松田さんのときに来られた方は、僕とか平本さん、ほら、人がいないんで、僕とか平本さんとかで、こう、なんだろう、近づかないように。やってっていう、うん、そういう時にこう、ずっとね、わわわわ言ってるから、いやいや、そういうやり方しても、理解されませんよっていう。うん、だから、
もう、お互い、そう、自分のね、行きたい方向を見てお互いやってこうよって言ってももう全然。うん。なるほど。でもそんなのがいっぱい続いても、党員さんとかは、ますます頑張ってあちこち応援に行ったりとかしてはるんですね。ね、だから本当に、現場にいらっしゃる党員さんは、ブレてないですね。あんまり、だから、ネットの印象、ネットの印象ほど僕は、まあ、亀谷さんもね、この間、どれくらい党員減ったとか、演説でね、おっしゃってましたけど、あ、そんな減ったんだって思う感じですね、僕の感覚では。もう、周りに全然その、あの人辞めちゃったんだみたいなのがないんで、むしろ、逆に、そう、やっぱり活動してない人の方がやっぱりね、リアルで会ってないから、ネットの情報とかもしかしたら浸透しちゃうのかなっていうのはちょっと、心配はしてるんですけどね。この間、3月にね、春の、演説会やったじゃないですか。80名集まって。そうですね、すごかったですね。すごかったですね。6時間近く。ですね。3分ずつでもそんだけ集まったら、あんだけの違いになるんですね。やっぱあんだけの勢いすごいなって、やっぱり賛成と。いや、でもね、本当にこれ、すごい手前味噌で、ちょっとあれなんですけど、その、参院選の時も実はやったんですよ。はいはいはい。参院選の時も45人の候補者全員でやって、ですけど、今回80人やってっていう、もう、あの頃と比べても、その国政改革に皆さんのね、その、熱量とレベルがすごいです。はい。すごいですね。もうだから、いや、そこら辺の政治家よりも全然いいんじゃないっていう人ばっかりね、そう。ねえ。はい。いや、僕は80人全員切り抜いて動画にしたんですよ。ああ、すごい。もう、一晩でやったんですけど。はい。すごい。めちゃめちゃ面白かったです。一個一個見ながら。はい。素晴らしかったですね、皆さん。そう、みんなそう個性があって、思いも熱くて、ね、上手で、はい。すごかったです、本当に。いや、参政党、ね、ますます、まあ、いろいろ攻撃されてますけど、ますます団結力がね、深まって、強くなってるなって僕も感じますよね。で、終わった後も、みんなで、はい。懇親会やったんですけど、はいはいはい。まあ、楽しかったですね。本当に。いいっすね。楽しそう。みんな熱くて、本当面白かったです。そうか。はい。ますますこれから、神奈川県で頑張って、男性と広めていくっていう決意が固まったんですね、さらに。そうですね。で、もう本当に、まあ、昔、これは昔からなんですけど、やっぱり、全国にね、仲間がいるっていうのは、いいですよね。やっぱり、さっき、昔の話してる時にもちょっと言ったんですけど、やっぱり、人の顔色を伺って、思ってること言えないっていうストレスは、今はもう全くないじゃないですか。あ、そういうこと、はい。ねえ。うん。いや、そこらもすごいですね。ですね。で、仮にまあ、それで多少引かれたとしても、もうこれだけ仲間がいるから、孤独じゃないというか、本当に皆さんから勇気もらってるなっていうのはいつも感じますね。はい。ねえ。いや、それもこれも賛成党ができて、ここまで頑張っていただいた先輩たちって、なんかみんなのおかげですよね。みんなのおかげですね、本当に。本当にこういうプラットフォーム作ってもらって。ねえ。もうそれだけで感謝ですよ、もう本当に。それだけで神谷さんに感謝です。そうですね。はい。なるほど。いやなんでまあ、本当、神谷さんに何かしてもらおうじゃなくて、もうそういう場所を神谷さん作ってくれたから、あとは僕らがそれをどう利用するかなと。そうですね。はい。いや今日は素晴らしいお話をいっぱい聞きました。ありがとうございます。あ、いや、そうなんだね。さて、歴史からね、
ええー、もう本当はい、に。もう何から何まで、すごい勉強になりました。ありがとうございます。とんでもない、すみません、なんかダラダラと、なんかもうそれ。ええー、もう本当にありがとうございました。いや、これからありもがまとだうまだ選挙戦っていうかね、国際科学院の戦いは続くと思いますけども、はい、お体にも気をつけて、や、はい。もう本当にありがとうございます。わざわざ、ありがとうございます。インタビューしていただいてありがとうええー、とんございでもまないす。です。はい。どうも、また今後ともよろしくお願いします。あ、こちらこそ、よろしくお願いします。ありがとうございはました。い、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼します。